これが最後の登りのはず。マッチョドラゴン、マッチョドラゴンは動画のネタでしたっけ？それ知らないんですよね。ドラゴンフルーツ、あれドラゴンフルーツは赤くてトゲトゲした感じのやつでしたよね。緑色と赤のやつ。あれピークかな。ふう、うん、完全に上がってるっぽいです。で、同じ一関市ですけど、一関市千馬屋町、サウザンドの千に馬屋って書いて千馬屋。あ、来ました。え、私のデータが出るってことですかね。ノッコサーバーが復活したって意味だったらつなぎ直してみますが、あ、出ました。ちょうど復帰したのかな、サバが。ヒルトップ、焼肉喫茶ヒルトップ。年なんだから。うん。カクカクはもうさっきから電波悪いみたいなんで。よし、多分これでピーク超えた。でも距離的にはまだ半分以上残ってるはず。いや、以上はないかな。半分ぐらいかな。ピークは確か距離的には少し手前にあったんじゃなかったかな。早い早い。また電波悪いかな。焼酎でエルシドって何事だ一体。あ、この辺りもデコーコは怖いな。息子？その断片だけだと意味が分かりません。芸備系まで29キロ、一ノ関市までも多分同じぐらいだと思うけどな。30キロだとすると、まあ下り基調で若干スピードが上がったとしても2時間はかかるよな。つまり11時半。映ったかな。昨日の売れ行きを考えて増産してると期待しよう。増産してると期待したいです。増産していてください。で、今声言ってるかな。おっさん、今の人は結構若かったですよ。多分20代か。うん。さっきの人は前日本一周とかやってた、なんて人だったかな。昔私が福島県の白布峠っていうところで見た日本一周の人がいたんですけど、自転車だけ見たんですけどね。その人は温泉行ってたみたいで、その人になんか似てたな顔は。で、銀色のあれなんだっけ、シルバーシートじゃなくて、なんてんだっけあれは、銀マットか、銀マット、銀マットで、多分テント装備だったと思います。キャンプ装備。あ、動き出した。銀マットですね、銀マット。銀マットが出てこなかったんで、シルバーシートというの間違ってないと思うんだけど、違うな。上がりました。さっきのピークのあたりが電波悪かったんですね。
で、この道はなんか車通りが多いせいか意外とコンビニありますね。ここにも山崎パン、山崎がある。1時間待ち、それも勘弁してほしいな。トラック怖い。トラック地名が30カリって書いてあるな。なんていうのか、味噌狩りかな。味噌狩り。車はまとめてきてまたしばらく来ないっていうパターンですね。うん、何伝説。うん、私は今閉めてないです、大丈夫です。日が照ってて下っててちょうどいい。さっきまで散々泣き言言っときながらあれですけど、これだったら楽勝だな、このまま雨が降らなければ。でも多分11時過ぎると思います。2シーター、あ、4人乗りじゃないってことか。4、5人乗りじゃない。本当に雨止んでよかったです。予想してなかった。路肩でもいいけど、雪積もらないのかな。路肩、あー、確かにそうですね。いや、確かこっちの方は東北の中でも暖かい方で、あの過ごしやすいので、逆にあのよその地域に避難とかするのは環境変わってしまって厳しいっていう話を聞きましたよ、昨日コメントで。お、目の前にあるから見ていこう。これは今生きてる駅ですね。新しい日本海側。そうなんです、鳥取。ああ、暖かいからか。立派なトイレがあって、駅舎もなんか新しい。こなし駅。でも確か列車は1時間か2時間に1本ぐらいだったと思います。さて、餅に向かって急ごう。乳液。あ、イベントありがとうございます。駅舎自体は、うん、なんかすごく新しかったです。あれ、震災後ぐらいの新しさじゃないかな。卵湯、卵湯。駅前に車横付けして駐車できるなんて。駐車、まあ、乗降自体がほとんどないというのは言い過ぎかな。でも少ないでしょうからね。バスの方が便利らしいし、今はもう。私は今そのバスだと輪行できるかどうか分かんないから鉄道寄りの発言してますけど、今後正式にバスが輪行をサポートしてくれるようになったら、まあいいやって思うようになるのかな。でもまあ鉄道は鉄道でやっぱり味はありますよね、車とは違う味が。ただそれがその路線の維持につながるような実用的な話ではないからな。味があるから残してくれっていうのもわがままだし。あ、いらっしゃいませ。2時間、まだ2時間か。会社、え、本当ですか。ん、チャリダーマン。あ、ギガ人にチャリダーマンって聞こえたけど何の話ですかそれ。ギガ人ってあのニュースサイトですよね。ん、何の後ろに、あ、バスの。海外だとそういうのあるんですよね。あとは神奈川県でごく一部にあったはず。テニスやってる学生さんかな。うん、荷物、ああ、そうですね。でも輪行の人がたくさん乗ってきたらの、その時はまた困りますよね。バス会社の方が、バスの方がカビはどうなんでしょう。峠の下りで特にあの冬はそうですね。花の駅千間屋、三社、そのバイクラックを積んでるバスがってことですかね。世界一周、世界一周の人はあのソメヤンさんって人はニコ生でやってたから知ってるけど、それ以外の人はあまり全然知らないんですよね。ああ。あれは何なんですかね、NHK の方で事前にチェックしてるのかな。
会社に問い合わせて、こうやって放送で使うからみたいな話してんのかな。心旅の輪行というのは基本的に計画されてますよね。その場でいきなり乗るってことあるんでしょうかね。お、あ、楽ですよね。3種か。え、トークショー。トークショーってニコ生でやってる。あ、字幕でなんか出てるのありますよね、確かに。許可を得てが、学校の校内に入ってますとか。そうか、じゃあバスなんかも銀行、まあ面倒くさいってなりますけどね。うん、帰って、いや、でも確か2ちゃんのスレによれば銀行のパッキングはスタッフがやってるって聞きましたよ。パッキングはスタッフがやってるという話を聞きましたが、どうですかね、放送の中だとそういうの出てるんですかね。あるいは組み立てだけ本人がやるとか。あ、ちょっと上り返してる。何の話か、BS でやってる NHK のん？ロケバス。そう。パッキングなんかって、下船の者がやる作業ですか。あれ、こくんでしたっけ。うん。絵的に、あ、なるほど。あれ、自転車部隊が日野さんとあと4人だっけ、5人だっけのグループで走ってて、でロケバスというか、なんかその撮影の車が別に動いてるんですよね。で本当に自転車本体には興味ない感じですよね、あの人は。そのあたりもなんか妙に共感を覚える。そうだろうな、うん、サドルだけ、うん、パッケージ、うん、あ、皆さんにパッキングって何の話。あ、なんかホイさんが昨日放送してた中で言ってたのかな。放送してたのは知ってるけど、マリオさんにパッキングさせたって何の話だ。あ、自転車持ってったのかな。なんか北海道がどうって書いてあったけど、私は絵にしときます。そこまで頑張れない。サドルバッグ、本当にもう日本人は、まあでも自分だってそういうところあるだろうから人のことは言えないな。でもあれですよね、ミノモンタ系の番組で何々は健康にいいって言った翌日にスーパーからそれが全部なくなるっていう、あの辺りがもう、なんていうか、つい愚民どもがって言いたくなりますね。左はフランス？何袋？サドルにどんなのついてたかな？それにスタッフが見えない。あ、納豆もありましたね。何かスポンサーで。どんなサドルバッグだったっけ？グミンの方いらっしゃいませ、ウェルカムグミン。オムニ車、マーフィーを改造した会社でしたっけ。改造したのは会社じゃなくて、知恵袋。なるほど。あれ塩麹なんなんですよね。しばらく前から名前聞くようになって、最近ファミレスみたいなあの系統のファミレス系のとこにもメニューが出るようになって、何だの入り出したのかな。あとは定着するのかな。最近だとトマトがスーパーから消えました。トマトが、勘弁してほしい。そういうの、塩麹はうまいからでしょ。塩麹は、私は塩麹はまあ美味しいと思うんですけど、うん、あ、食べるラー油は定着はあんまりしてない感じですよね。
バナナ。あ、ステマ、ステマ、ステルスマーケティング、ステマも流行ったな、言葉として。まだ流行ってるか。おやつはバナナに入りますか。塩麹は私も分かんないんですよね。田舎の調味料で、あの辺りもその、あ、私はタニタっていうあれが分かってないんですよ。あれは宮ヶ瀬ダム。宮ヶ瀬ダム行きで使えるんだ。それだったら裏矢光のアプローチとか楽になりますね。その初心者の人裏矢光に連れてたりするときに役に立つ。うん、ライは定期的に。しかしなんか店からなくなるっていう、奪い合いになるっていうのは頭悪いなと思ってしまうんですよね。頭悪いが言い過ぎかな、言い過ぎかな。でもでもな、店からですよね。で多分それを見込んで増産したり設備投資したりして、早く流行が終わってしまうと、それでまた大変なことになる人も出てくるとかいうの、余計な勘繰りか。そんなことはどうでもいいんだ。さっから下ってるけど向かい風でスピード上がりません。お、うん、気候もありそうですよね。今の多分中学生か高校生ぐらいだと思うんですけど、背中に千枚屋ボクシングって書いてあった。ボクシング、あのアルファベットでボクシングって書いてありました。あと路面が結構ガタガタしてます。だから手首にビリビリ来てる。ボクシングの高校生のボクシング活動とかあるんですかね。うん、ボクシングって書いてありました。テレビ局、うん。ボクシングって書いてあったんですけど、実際にそういう活動やってるのかな。うん。女の子、今のは男の子でしたよね。多分。ボクシング部ってあるもんなんですかね。カッシングって誰だっけ。確かニコ生関係の人だったっけ。これ右に行かなきゃダメか。あ、違う、左に行かなきゃダメか。あ、高校生からあるんですか、活動として。右の方行こうかな。左登ってるし。ライトがレトロな感じでかっこいいですね。ライトこれじゃないですよね。ボクシングやったことありますか。ボクシングないです。私は父さんにだって殴られたことないんですよ。とかこんな半端なガンダムネタをまた。そんなにガンオタでもないのに父さんにだって殴られたことはありませんよ。虫食えない。工業高校。柔道もなくて剣道しかないです。半端な。スポーツは全然やってなかったです。ガンノタさんから、通称ガノタ。一応分からない人のために言っておきますけど、ガンダムオタクの略ですから、ガンダムオタク。これは千枚屋駅かな。でかいですねこの駅。駅の中やたら広い。森田検索。いや、学校で剣道か柔道どちらか選ばなきゃいけなかったんです。高校の時に。路面が乾いてきた。さっきからすっかり空気も乾いて、いい感じです。ガノタ、自転車ブランドでありそうな名前だな。ガノタ、ガノーみたいな感じですね。ロボさん世代が今のダンス。ロイスガニアウと書いてルイガノ。仕方なく。でかいな。でかいですね。これ何の作品なんだろう。人形。なんかでかいと思う。
これは何なんですかね。名乗ってあるな。ルイガノが押されロゴのせいで引かれてるの気づいたらく。マヤらしい。ルイガノとガノって同じメーカーなんですか。ルイガノとガノ同じじゃないですかね、多分。前からなんかもっと突っ込みいけそうだから、さらっと流しました。どこがさらって感じをするけど。触ってみて、かなりボロボロになってましたけどね。君、狭い駅でした。ありがとうございます、イベント。マイムマイムは踊ったこと多分あると思いますよ。中学校か、いつかの時に。こっからゲイビ系まで17キロ。うん。何か、その紳士っぽく振る舞うわけですね。ジャケットをその肩にさりげなくかけてやって。現在地は今ここは千枚屋駅ってとこなんで、千枚屋で変換すれば多分字が出ると思います。それで検索すれば、検索すればレバーを、うわそれ想像するとかなりやばいな。まあ人形にレバー履かせるのは多分レバー側を切り開かないと無理だと思うけど、ホタテか。ああなるほど。そしたら芸術作品っぽくなりますね。メニュー見たけどお腹膨れそう。メニュー、うん。さっきの本当です。モンベルを見せてみよう。ホール。モンベルを。ちょうど中間ぐらいか。中間、うん。距離的にですかね。まだ中間かな。もうそろそろ始まりますね、スモーツサミット。ん？ボランボシ？車の免許は持ってます。20 years gold license です。20 years gold license。うん。山、いや、もう山ないはずです。まだ中間か。あと20キロ以上あるんですね。そう、モチサミットは。いいですよね。25キロか。いや高いですよね。多分真ん中だったら残り25だと思います。ペーパー、そう、長いなこの市街地、千枚屋市街。なんか結構山の中にあるイメージなんですけどね、地理的に考えれば。中東北ではなく、でかいですねこの町。あそうだ、 GoPro がまた止まってないかどうかチェックしとかないと。よし動いてる車。いや人もいますよね。寄り道、うん、町並みが長い。中東北町、うんうん。すごいです。瀬戸物の、あーなんか昔ながらの商店だな今の。瀬戸物とか金物の店でしたね。雨宿りのタイムロスは取り戻せましたか。雨宿り、まあ5分10分ぐらいだったと思います。ちゃんと動作で確認できるの。ん、動作ってなんだっけ。良い雰囲気の街道だな。まんじゅう屋ないか。街道、あ、まじゅう屋さんか。あ、そういうのもありそうですね。携帯操作。今何を調べた風に聞こえたのかな。残りが半分とかいう話だったら今コメントで聞いただけなんですけどね。走りながら言おうとしたのはですね、あなたのその質問はですね、実は過去に少なくとも30回ぐらいは聞いています。自転車乗りながら言おうとすというネタは実は少なくとも30回ぐらいは過去に出ています。なんでこんな出るんでしょうかねこのネタは。広くなってきた。あ、コメントは皆さんにこの少し聞こえてると思いますけど、ヘルメットの横に100均のスピーカー貼り付けてそこから流すようにしてます。だから実は周りにも聞こえてます。どうやって米読んでるのは80回ぐらい。80回、いやそこまではないな。いやあるかな、そこまでは。
でもですね、意外とどうやって聞いてるのっていうのはそんなに良くないですね。お尻が痛くならない。それは日野さんの話ですよね。羨ましい。どんな尻してやがるんだ。尻が痛くならないって本当幸せですよ。痛くなりますよ。なりますよ。回収です。そうね、ゆっくりの声の廃品回収車ってのが新しいですね。ホモだから。ホモネタはホモかどうかって聞くのと、あ、モチサミットはもうそろそろ始まるので、できるだけそれに向かって急いでるところです。わらび餅、昨日行った人のブログ見ると人気の店は早く売り切れるとか、うん、そうらしいですね。そう、あの人は本当拷問ですよ。尻の内側の肉だな、内側の肉か。痛くなるの Bluetooth は導入したいんですけど、前痛い目にあったんですよ。なんか Bluetooth のマイク使うと動作が不安定になったり、あとあのマイクの音にものすごい音量のノイズが入ったんですよ。あの風の雑音じゃなくて、明らかになんか通信エラーみたいな、すごいピーガーって音が、バリバリって音が。ですいません、コメント飛ばして、ん、痛くならない。あ、ママチャリサドルが合うかどうかも人によりますよ。私は柔らかめのサドルが好きなタイプの人間なんですけど、好きなタイプの尻なんですけど、目当ては納豆のやつ。GoPro とライブシェルトの組み合わせで配信したいんですよ。ただ、ハルアッド。前傾、うん、私前傾ちょっと苦手なんですよね。好きなタイプ。でも、硬いサドルじゃないと逆にダメって人も結構多いんですよ。拷問、うん、でもそれも多分人によって全く平気な人もいるでしょうね。あんなに下がるのは不思議ですよ。前傾か、あの尻の中でも尻のどの面をサドルに当てるかによっても違いますよね。多分ドブにんどっかり、そうですね、ブロッコリー、ブロッコリー柄のサドルっていうのはもうそろそろあっていいんじゃないかな。こんだけ散々ネタとしてみんな言いまくってるから。ブロッコリータイプとか、色違いでカリフラワータイプとか、そうそう、うん、人、あ、そうですね。あー、靴か。ずれて、あ、ブロッコリー、いや、あのあたり元ネタは知らないですよ。尻ネタというか、自転車で尻痛くなるネタは定番ですよね。鉄板ですよね。何が鍛えられる？私は鍛えてないんで分かりません。枕ソムリエ、サドルソムリエはどうですかね。いろんなタイプの尻を知らないことには、なんかそうそう人にその勧められないような漫画の、あ、そうなんだ。あの日常っていうのは最近ニコ動でいくつか見てました。あのアルゼンチンペソしかないよとか見てました。なんで見始めたんだっけな、あれ。マラソンか。カスタムメイドあっても良さそうですね。でもそこまで細かく自分のサドルの指示できる人っていないんじゃないかな。ヒザスタン、サドルはどうかな、3000円とか5000円とかそんぐらいじゃないですかね。安いのだったら1000円しないのってあるかな、うん、サドルは、またですか。このケツはでかいって、なんだそりゃ、なんだそりゃ、うん、痛く、いや、肉はついたらついたで表面が痛かったりしますよ。表面が擦れて、よいしょ、どうなん、
ピッチング、またその人のネタか。私を待ってくれた車の後ろの車が鳴らした。つまり私がワンホップであの車に鳴らさせた。あの車。しかし気が短いな。クラクションは、まあでもいきなりブレーキかけたのかもしれないな。あのコンビニに入るところの車が。なのでちょっとわかんないです。どっちが、客観的に見てどっちが悪いように見えるかは。ナンバー。いやでももしかしたらその私のために止まった車が実はそのブレーキランプつけずにいきなりコンビニ前で止まったのかもしれないですからね。といういろんなパターンを考えて自分がその間違った叩きをしないように気をつけないと、間違わないように気をつけないと、急速の可能性もありますということで。アンクラクション、自転車もあの歩道をベル鳴らしながら人どかしながら走るのはまあやってる人言いますけど、悪いことと思ってないんでしょうけど、私はあれ耐えられないな。いつもあのその人に対しては聞こえないぐらいの声で必ず鳴らすなって言いながら見てますね。鳴らすなボケって言いながら。車道、ああ確かに私がさっき車道走ってればってなるかもしれない。頻尿にはならないですね。ああそう、クラクションはなんか押す長さによって音が変わったりしてもいいですよね。ベルいますよね。スリンチリンは、ああ、とっさに鳴らせない。うん。よいしょ。いい音だ。あのベルはいいものだった。ああまあでも後ろからなんか後ろに何かいるっていうのはこれで分かりますよね、鳴らした場合。うん、ん足元いいね、色です。あ、そういうの、そういうのでしたっけ。マクベの部下っていうのもあったんだっけ。ん当時、ああチリンチリン。あ、そういや、あのジオサネとも他の放送でよく言われてますよね。あれはファンなんだろうけど、ジオさん本人に迷惑かかってると思うけどな。あえて他の放送でそのリスナーが迷惑かけると間接的に本人が迷惑かけたのと同じ扱いになるから。一ノ関市川崎町褒めてドケドケとか言ってますからね、本当に。ベル鳴らしてから。ん？気づきベル。望遠鏡型。スポークに。あ、でもそれはスピードがある程度出ないとならなさそうですね。歩道で止まりながら走ってる時とかは。このラーメンショップ、全国にありますよね。うん、車増えましたね。ん、名前、うん。動画、へぇ。よっと。で、私の方もあまりこの名前出すの良くないんですよね。で、これでまた私がどうこう行ったっていう話が向こうに伝わると向こうに迷惑かかるし。あ、そう、ラチェット音ありますね。あの、チキチキチキっていうあの空転音。ホイールの空転音が。あのラーメンショップって全国いないですか。あのロゴの、あ、カウベル。シートポストにつけると、あ、フルクラム、前 Z さんが乗ってたのなんだっけな。ラチェット、いや、あ、そうよ、これボロいと、ああ。
ん、初めて見たのは、あ、さっきのラーメンショップですか。あのロゴのラーメンショップっていうのが私全国で見るんですよね。映像あれそうですか。今通常配信なんであんまり綺麗な方ではないと思います。映像はうん、路面乾いてきてます。車屋ラーメンも結構多いですね。あ、そう、サミットがもう始まる。やばい。少なくともあと1時間以上かかるからな。車屋、ね、豚太郎。あと20キロぐらいまで来たかな。残り20キロぐらいにはもうチーベント。まだサミットはですね、各国の餅首脳が集まって餅会談を、いや、いえ、そういう、まあ、ギャグはいいとして、餅サミットは16店舗が餅の料理を出し合って優劣を決められてしまうという大変恐ろしい行事です。最下位になってしまった店なんかはどうすんだ。ワープ候補30分後ってどんな自転車だ。人によっちゃそれはあるけど、うん、あ、バルーンフェスもやってますね。あ、え、中止、なぜ中止。そう、餅は大量には食えないですよね。え、バルーンフェスティバルやってないのか。私は主催してないです。私は取材に行く側で。ああ、なんかうまいこと言ってしまったな。続きお、あ、すべて、ああ、そうか、天候が悪いからか。腹に持ち、それさっきも言われたな。大根食ったら即座に腹が空くわけでもないけど。ん、何って、あ、音符投げて、よしよしよし、ありがとうございます。しかし向かい風はまだ相変わらず吹いてる。一応実際もう食い尽くされてる可能性があるから。ん、何ですか、辛味大根。辛味大根は確か今回のメニューの中だと、お、あ、ファーマーハウスのやつか。なんかちょっとこの人体の体の上に熊の顔が乗ってるみたいに見えて面白かったんで。熊かな、揚げ餅。あ、そうか、思い出した、金色棒ってあれだ。金色棒って聞いたことあると思ったら、金色棒、金色棒出してるのが確か金色棒のあるとこだ。金色棒のある、平泉の方から出店してる店が金色棒っていう餅メニューを出してましたよ、確か。確かそう。金色堂に文字ってあったはず。金色棒、金色棒、ゴールデンバー、金色、多分金粉とかまぶしてあるのじゃないと思うけど、どういうやつかな。うん、うん、あ、事前投票は納豆のに投票しましたよ。何の匂いが。金色棒は多分新メニューじゃないでしょうか。揚げ餅でしたっけ、あれは。昨日売り切れちゃいましたが、今日は、あー、切れた。今日はどうなんだ。あと、あそこに変わった形の橋が見える。全種類無理、そこまで大食いは無理。これ左がいけないかな。あ、倍用意して。お化けかぼちゃ、あー、かぼちゃかけてあるやつか。
甘いかぼちゃ側のが確か乗せるやつでしたよね、それ。うん。あ、お餅の残ってろよ。あと天気悪いからあんまり人が来なければいいな。そしたら売れ残ってるから。これはいけますね、多分。会場の様子はですね、一応聞いてみようと思ってるんですけど、よく考えたら展示してあるものじゃなくて各店で買ってきてテーブルで食べるみたいな感じらしいから、許可得なくても大丈夫かな。まあでも一応受付みたいなところがあったら聞いてみよう。一応会場っていう仕切りはあるんだろうから、いや。よいしょ。なんかキュウキュウ言ってるな。スネーク。車で、まあそうでしょうね。BQ ですね。BQですよね。まあでもそれ、私がこの餅サミットっていうのを聞いて行くのも愚民的かな。いや、そうでもないよな。イベントに行くぐらいはいいですよね。走りやすいけど遮るものが何もないので、風が強いです。風がひどいです。遮るものが何もありません。今のあのナスっていうアニメの、いや、人ですよね、ですよね。確かに途中からダートになるかもしれない。お好み餅、お好み焼き的なやつですかね。あれ再開まで見せなくてもいいと思うんだけどな。というか事前投票は、そう、順位が出てるところでいきなり投票できるんじゃなくて、順位表示のページと投票ページ別にすればいいのにな。まあでも第1回ですからね、今回は。いろいろ試行錯誤なんだと思います。神奈川から。嘘つくな、それ私のことですよね、それは。ああそうですね、そういう感じかな。私は AKB 総選挙の詳細は知らないけど、そういう感じのイベントになるんじゃないかな。ああ芋餅ですね。前北海道で食ったこともあるし、僕のとこでもどっかで食ったな。北海道には少なくともありました。稚内の近くで食べたことある。コウホネの家っていうオロロンラインの途中の周り何もないとこで。うん。といえばその話はないな。そう、総選挙やたら聞きますよね。多分それは最下位の人とかが分かってしまうような総選挙ではないと思うんですよ、おそらく。もう行けないかな。行けるか。わあ。犬の散歩してる人がいる。峠はこの先多分ないはずですよ。ウェビー何？お目当て餅は一応納豆のやつに 目つけてるんですけど、あ、雨大丈夫っぽいですね。15キロだと残り1時間ぐらいか。うん、何が何ですか？餅はそうですね。単体で食い続けるのはちょっと厳しいかもしれない。でもスープ餅みたいなのもありましたよ。確か人気投票1位だったやつ、私が見た時には。あ、そうだ、私が確かに納豆のやつに1票入れたら、それで逆転して納豆のやつが1位になったような気がする。1票っていうか、本当にあの投票できたのかどうか分からなかったんで、もう1回押してみたら2回目を投票されて、私は2票投票したっぽい。で、そしたら順位が逆転して、モチーフそうしましょうかね。安倍川もいい。わー、綺麗。安倍川もいいですね。あの前、春田さんって静岡の人のところに遊びに行ったときに、その本物の安倍川餅を見せてやるって言われて、生が何回でも見たいですよ、あれ。明らかにあの2回私は入れてるはず。
お、スズメじゃないの、あれ黄色いやつだ。なんてんだっけあれ、キセキレイってあんなやつだったっけ。選挙違反。そう、選挙違反で2回投票してしまいました。用心に刺さった。ああ。セゴー、さようで。参議院だ。組織票の、ああ。民道。ほら、変な橋が見えてきた。すいません。奇跡霊黄色くて、腹が黄色いのはそうでしたっけ。ん、何で投票。あ、主権さんいらっしゃいませ。今餅食いに向かって自転車走ってるところです。餅食いに行こうと思って。風で疲れる。この辺りは車客向けの市街地ですね。餅食いに、そうです、わざわざ餅食いに。だからずっと向かい風です。お腹黄色、頭灰色かだったかな。あのほんの少し緑がかった黄色って感じの鳥なんですけどね。でスズメぐらいのサイズで、さっき群れてた。補給食になるんだろうか。補給食はどうかな。ライブ、今これがリアルタイムかどうかはコメントへの反応でちょっとさせてみてください。これ道の駅か。昼の草、あ、あの清高わだち草みたいなやつですかね。清高わだち草なのかな。録画の可能性もあります。この喋ってるのだけ後から入れてる可能性もありますよね。リアルタイムでやってる可能性も。千枚屋先過ぎて今の川崎町に入ったとこです。うん、一ノ関であの新幹線乗って帰るつもりです。新幹線空いてるよな。自動と、これ道の駅川崎で、川の明かりって書いてあるのはこれは、うん、今光です。雨具ぐらいかな、余計に持ってきてるのは。うん、川崎どうかな。どうだろうか。うん、切符、帰りの切符は買ってないです。時間が分かんないんで。冬の、あ、いやまだ朝晩寒いぐらいでそんなにかかんないですね。この辺りはその気候的に穏やからしいのでとコメントで聞いたので。終電は夜9時ぐらいですかね。私何の春の気配ですか。春の気配か。まあそこは濁しておこうかな。濁しておけば勘ぐってもらえるので。よいしょ。あ、そうそう、納豆の。あ、そっか。でも店で売ってますかね、今。あ、東京伝説。半袖半ズボンだけど、一応タイツは履いてる。まあ、自分の防寒っていうのもあるし、あと、この時期に短パンだと目立つんで、あ、とかいう話をしてるときにこんな地名が。なんて読むんだろう、これ。薄衣？白衣？この辺りの人はみんな薄着ってネタで散々バカ言われてますよね。バカにじゃないや、散々言われてますよね。薄衣かな、やっぱり薄衣。地名がお前何厚着してんだよとか言われてんだろうな、きっと。あ、薄着ぬかな、薄着ぬかな、薄着ぬかも。塩原、那須塩原ってここより南側ですよね。だいぶ橋の形が変。あ、主権さん薄着ぬ、ありがとうございます。あ、今厚着ぬ的な。
でかいですね、この橋跡。違いない違いない都市、都市か。私は今割と薄絹ですね。郷に行って郷に従ってる感じの格好してます。あ、年末の帰省も旅します。どこに行くか分かんないですが、尺取りですね。北風で、ループ、いや、越えてきてないですね。それはレール沿いに行ったらあったのかな、線路沿いに行ったら。橋の名前は北上大橋。あれ、これ北上川か。来週は笹子峠、なんだっけ、ツイップルだったかな。あのアーツさんとかが企画してた、あの山梨県の笹子峠の笹子トンネルが、笹子峠が開、あの長らく工事中だったのが、阿蘇山。年末熊本阿蘇山めちゃくちゃ寒いですよ。まあ行ったことあるけど、その時期にすごい寒いですよ。あっち九州の中で一番寒いんじゃないかな。中央あたりの産地だし。心霊スポット、あそこ船が止めてある。面白いな、あんな地形があるなんて。あそこ出っ張ったところの横のへこんだところに船が止めてある。九州 の熊本の阿蘇地方はかなり寒いですよ、冬場は。あ、そう、旧道です。あそこ峠道としては、そう、どこかなところに電動ではないです、今のところ。私は普通のクロスバイク、桟橋かな。部屋を汚くして外出は少ない。あ、向かい決めてなりて、なんだろう、元は橋だったのかな、あの出っ張り。いや、どうですかね、橋にしちゃ短すぎるでしょ、残ってる部分が。でもない、この川の感じは変わってますね。バランスが何、北上大橋。もちサミットが始まって今どんぐらい売れてるか気になる。あれどこだっけ、多々羅大橋だったかな、しまなみ海道の、あの竜の竜がなんとかどうとか。ダメだ、文字列覚えてないや。でちょっと待ってください、今ツイッターでキーワード検索で餅さ、泣き竜でしたっけ、あれは餅サミット。開幕、来場者にぎわった初日から、これ違うな、これニュースサイトだ。2日目のイベントは天候不良により全て中止、同時開催の餅サミットなどを行う予定。中止のやつしかないな、気にしてますよ。まだだな、まだ始まった後のツイートはないな。橋、あ、本当だ、予定ルート間違えた、こっちじゃないですね。あぶね、ありがとうございます。あぶね、こっち行ったら遠回りになるとこだった。川沿いに行った方がいいですね、あっち行った方がいいですね。あぶねー、ツイートない、あぶねー、予定ルートそれてるじゃないですか、この橋で。今の人のコメントナイスでございます。道なりそのもの来てしまった、こっちじゃないです。あのこの川沿いにアップダウンがない方向で、あの現地に向かいます。あぶねー、後で気がついたら多分どっかで山越えしないと現地に行けなかったと思う。危ない危ない、まあ橋をちょっと見に来たってことで、あるかない、あるかないか。今の人ありがとうございます。一応イベントありがとうございます。イベント込みあると本当に後で動画編集するとき助かるんですよ。今ベンチあったな、
研修で。あの船が悪いんですよ。あの船、そうですよね。あの船の野郎が。危ねえ危ねえ。どっち向かうんだっけ。国学院、ちょっと待ってください。いいってことよ。ありがとうございます。もうちょっと降りてからな。こっちから降りるか。おお、広い。てか私もあの GPS に予定ルート入れてきてるんだから見ろよって感じですけどね。でもなんか下見るのめんどくさいんで、しょっちゅう行き過ぎてしまう。どうしたんです、イカ略。川を橋の上から見たかっただけだよね。そうですよね、そうそう。導き今ちょっと砂利道でした。でも太めのタイヤだし、あのパンクしにくいことで評判のタイヤにしてるので、重たいんですけどね、してるのでパンクしにあんまりしないと思います。いつパンクするかな。市街地の北東側、一ノ関のってことですね。多分そうです、北東の方。そう、川沿いに行けばアップダウン少ないんで。ミシュランのマラソンっていうタイヤです。そう、 GoPro 重たく、多少重たいから外したいの、またケースをどっかです。外そう。頭が痛くならないですね。パンク、うん、ただ単に強いと言われてるだけですよね、評判で。五寸釘でもパンクしないのかな。五寸釘どうかな。五寸釘はギリじゃないかな。自転車のタイヤ付け替えて使ってますか。前の、いや、前のタイヤとはタイヤの径が違うんで。前のマウンテンバイクで26インチ、665センチ径ぐらいで、今のはクロスバイクは ロードバイクとかと同じサイズのタイヤで 700C で 70センチ径。ここまだ薄絹だな。あれ、さっき薄絹っていうバス停があって、もう一個薄絹っていうのがあったけど、いいのかな。ちょ、風が。うん、今パナシタンじゃなくて、ビアンキアルミです。ビアルミ、無理して略さない方が良かったな。買ったばかり、そうなんですよね。2万円ぐらい。ニョライチ、コンチネンタル聞いたことある。腹はまだそんなに。安っぽいのはビアンキのことか、ビアンキのことか、カメレオンテスレのことか。ん、長距離だと何の方がワクワク。ん、何銃弾ですかね。ワクワクは止まらないと言ったらワクワクセブンですね。ん、何を食べる。千葉。今日はお餅サミットで、どのぐらい、何品ぐらい食えるかな。4品ぐらい行きたいと思います。そう、餅首脳会談。あ、そういや、確かこの黄色い花はアレルギーの人がいるんだっけ。自転車は、いや、これはしばらく乗りますよ。壊れない限り。4品。あれ、ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。黄色草嫌いな人いますよね、なんかさっきから。ハング、もう勘弁してください。よいしょ。お餅のお持ち帰りは、帰りは1個いくらくらいなんだろう。 GPS ハングするなよ、もう。山陽、よいしょ。エネループは山陽だっけ。山陽でしたっけ。で、GPS がこれ起動するのに 2,3 分かかるんですよ。全国分のデータをなんか認識してるらしくて。今どこだ。接触じゃないと思いますけどね。 GPS が本当ハングしやすい。
川沿いだからこれ右でいいよな。パナソニックに、これまっすぐか。あ、こっちの川、砂鉄川っていうらしい。砂鉄、サンドアイアン。たまにハングするんですけどね。昨日、今日で、あれ今日2回目だっけ。昨日1回ハングして、今日も1回ハングしてますね、これで。砂鉄川っていう支流があって、よかった。サンドウェッジみたいな、サンドウェッジとナンバーアイアンみたいな、まっすぐですね。また GPS のログが飛んでしまうな。ハンガー。エネループはそうですね。あのパナマやボルタか。ああ、そうか、そうでしたっけ。あのエネループのいいところはへたりにくいところ。前使ってたあのニッケル水素の容量は大きいんですけど、結構使ってるうちにもう充電できなくなってしまって、使い方も悪かったのかもしれないですけど、でダメになった電池と生きてる電池の区別がつかないからものすごい面倒くさかったんですよ、管理が。エネループだったらそんなに気にするほど劣化しないんで。1000回、あ、ですかね。私は今エネループ何本持ってるかな。一時期はそんな容量の小さいエネループなんて使えるかと思ってたんですけど、次々ニッケル水素のあのでかいやつがへたり始めたんで、エネループしかないよなって思うようになりました。牧草ロールがすごい。何に強い、寒さにかな、低温か、低温に強いか。しまった、今向こうのあの牧草ロール撮ってたら、そのカメラ構えてるのが後ろから見えたから鳴らされた。すいません。まあ分かります、気持ち分かります。私がふらつきませんよと言ったところで、そんなことは裸の道は分かんないですからね。やっぱり車が来てない時にやるべきだ。分かる分かる。後ろから来てるから気をつけろよっていうことですよね。ん、何が200回。ああ、いや、今の分かる、今の分かる。今の後ろから見て脅威に見えるのはよく分かる。車がいない時にやるべきですね。だから今の車は許す、上から目線で。自転車のライトもエネループです。そうです、引かれたら、そうですね。格別状、別って字がすごく難しいな。格別状、議定地っていうのはこれここにあったんじゃないかなっていうことですかね。議定地、持ち基準で、ハブダイナモ、うん、なんかあの仕組みが、仕組みというか、あの輪行の時に面倒くさそうとか、よくあの調べてもいないのに先入観があって。格別状、格別でございます。フロントガラスを、何をフロントガラスに。キャットアイの LED は一時期のやつは全然使い物にならなかったですね。私はあの、持ち歩行者、まあ歩行者はそんなに急に横方向に移動しないですからね。自転車の場合は思いっきり車道に出っ張ってくるから、さっきのあの反省しますんで。また言えなくなってきたな。そう、車から見えないように、まあどっちにしたってふらついたりしたら危ないけどな。もう進まねえ。10時半か。うん、カメラで、うん、さっきのはつくべきだったね、望遠だったし。
片手、うん、あ、マグライト、あ、そうですそうです、片手運転、そうですね、スピード出してるときは特に危ないっていうのが分かるし、でも低速で走ってるか、あるいはスピード落としたときに落として撮影するっていうときはめんどくさくてそのままやっちゃいますね。ただ片手運転は1秒でもダメっていうわけでもないんですけど、不必要に片手運転っていうのがやばいかな。マグライトになるんですかね、これは。点滅しますよ。点滅もするし、明るさも5段階変えられるやつ。オーライトの T25 だったっけ。オーライトっていうメーカーです。でも最近はジェントスっていうメーカーのやつが安くて定番ですよ。ジェントスの1000っていう、あのひらめくと書く1000が、今確か定番だったはず。私はジェントスはあの LED ランタンとかも買いましたよ。ジェントスやっぱ安いですね。安くて品質もそんな悪いという話も聞かないし。両手、私は両手話できないんですよ、ガチガチ。まあでもあの胸張ってというか、後ろめたいところないようにして走りたいというのもあるんですよね。そういう欲望もある。このライトは一番明るくしてあったら多分2時間ぐらいだと思うんですけど、そこまで明るくしていくとあの本体が熱持っちゃって危ないんで、5段階中の上から2番目、あの2番目の明るさでいつも使ってます。それだと3時間ぐらいは行くんじゃないかな、もっと持つかな。でそれが炭酸2本でやった時の話なんで、予備持ってれば、まあ、一晩私は一晩中走ってることはないので。んそうそう、何がやばい、ナトウムシとかそろそろやばいかな。軽車両、歩行者、うん、そうですね。レッドランサーは高級品ですね。レッドランサーって何でしたっけ。ジェントスの製品名のやつかな。ジェントスなんかそういう名前つけそう。レッドランサーとかそういう名前を。LED のランサーかな。540でどんなやつだっけ。私は前ハロゲンライトでしたけどね。明るい街中なら、明るい、うん、見てもらうためのライトだったらそれでいいですね。真っ暗の中、山道とかを照らしながら走るときには心もとないです、あの弱い LED だと。ジェントスマウントするやつは多分ですね、サイクルベース7C っていうサイト検索したらそこにやり方載ってると思います。多分 その手のノウハウはああいうところに集まってると思う。サイクルベース7し朝日じゃないやつ、気持ちいい。車は来るけどいい感じの道ですね、ここは。そう、ごめん、あ、切れてたな、止まってましたね。明るすぎる、そうですね、止まってたらしい。7し あ、去年出たやつなのか。じゃあかなり強そうだな。あー、話してサイト、うん、あ、バイクホルダー、まとめサイト、なんかあれでかくなってますよね、スポンサーとか入ってるような。ああ、境目、おお、この辺りの川沿いなんもないですね。あ、音声復活、切れてたんですね、さっき。今川沿い走ってますけど、パラパラ家があるくらいで、なかなか何もないところ。あと、相変わらず風が強い。喉乾いた。そういや、今日出てから全然水口してなかったな。昨日の朝、新幹線の乗り継ぎの時に買ったお茶がまだ残ってます。麦茶
今日は麦茶じゃないんですよ。新幹線のあのホームとかに売ってるやつって麦茶ないですよね。あ、おはようございます。ていうか鉄道のホームに売ってるお茶に麦茶がないんだ。緑茶とあってウーロン茶ぐらいですよね。麦茶美味しいのに。あ、そうだ、小池、雨水飲まなかったの。飲んでないです。何の話ですか一体それは。煙突線、あ、2300円、そんな安いんでしたっけ。いや、そんな安いってそうでもないか。でもまあ強力 LED ライトとしてはかなり安いですよね。私が今使っているこのオーライトは 4,5 千円ぐらいしたんじゃなかったかな、確か。そんな高くないね、いいね。うん、でもこれじゃ私がジェントスの回し物みたいですね。回し物といったらいつもローリングメンっていうギャグをかましてしまう。6000円もしましたっけ。現在今となってはそれほどではないような。1000、あ、ですかね。水量がどうだろう、雨が最近降ったのかな。確かに水量多いと思う。あ、でもこれは普通ぐらいの水位なのかな。ステルスマーケティング、素敵なマーケティング。うん、イベント数ですよね、多いですよね。今もっとコストパフォーマンスが良くて分かるやつあるのかな。で、今までその古いタイプのライト使ってた場合は明るい LED ライト使うと結構びっくりしますよ。本当明るい。ただジェントスのやつは全体か全部かどうかわかんないですけど、ちょっと明るい領域が絞られすぎてる気もするな。線はどうなのかな。ああ、さっき雨降ったよ。ん、さっき雨どこですか。水、あ、で放水休憩、今日は特に挟んでないですね。餅を目指して急いでるんで。風が良くなった。音声山陰に入ったな。本日のお家は本日のお家リチウムイオン、ああ、切れた。この辺りはあの山の谷筋になってるから電波入りにくいんでしょうね。辺りが開けないと電波取りにくいんじゃないかな。相変わらず川ペリを走ってます。川ペリとも違うな、なんて言うんだろう、川沿いの道を。え、中央にリチウム。あ、リチウムポリマーのやつはちゃんと制御されてないと危ないらしいですね。あの過充電とか回路で制御できてないと爆発することもあるらしいし。コメしてる人止まってると思います。声も言ってないのか。勝手に指が動くんです。地上に伝達、ジェントス。
ジェントス1355。ちょっと配信状況見てみるか。よいしょ。中毒者、米中毒っていうとご飯中毒みたいな。繋がってはいるよな。うわ、全然行ってない。電波はルイです。今のうちに米稼ぐぞ。安定のトムと更新したら喉にも血が出てた。リチウムイオンは低温に弱いだろ。リチウムイオン、そうなんだっけ。昨日もらったパンのもう一個は帰りの列車で食うかな。補給食として今食いたい気分ではあるけど、餅に備えて開けておかなければ。一ノ関市舞川だ。温泉地だ、ここ。さっきの、電波は仕方ないですね。持ち会場に急いでます。今ここは行ってれば、知らなかったが、あれ、もうちょっと検索性が良ければいいんですけどね。もうちょっと細かい分類でカテゴリー分けされてると言いやすいんだけどな。今とりあえず行けるだけ行ってます。進んでます。フォーマイリアでは電波あるんだけどな。では、の充電池。確かに雪山用の極端な寒冷地で使うライトの電池なんかは、寒さに強いリチウムボタン電池、ボタンじゃないかな、なんか小さいやつを使うっていうのありますけどね。そのまま行ってます。コメント来てるんだけどな。そうだ、接続し直してみるか。容量、つなぎ直してみるか。バックミラーつけた人は結構そう言ってますよね。これは声いったんじゃないかな。なぜか配信開始ボタンが押せるような状態に戻ってて、映像はまだ厳しいけど音声いけそうですね。なんか通常配信だけど、配信のストリームが止まってるような感じだったみたいです。失礼しました。どっちしろ映像来ないですけどね。コメントだけは聞こえてるのに、全く止まってるようなコメントがだったんで、映像来ました。じゃあ早く気づけばよかったな。こんな場所走ってます。川沿いで、他に特に何もないです。動いてますか。FMLE じゃなくてもあんな状態になるんだな。お金もらってないよ。紙芝居ですよね。でも一応フォーマーエリア内なんですよ、ここは。確かエリア地図では。
30分ぐらいで多分着くと思います。多分お金やるか。あ、でもフォーマプラスかどうかっていうのは私がいてニコ生で使ってる待機だったら多分同じだと思います。10キロ切り11時でも半ぐらいになるかな。まだ10キロ残ってるんだったら、いや、風と雨が予想外でしたよ今日は。でもまあ晴れたし、餅も餅ハミットもちゃんと開催されてるみたいだし、あ、復活してきました。車、まあ来なくはないけど少ないですね。今後ろからまた1台来たかな。いや、ちょっと、岩手ナンバー、岩手ナンバー、大宮、大宮ってあそこの大宮か。大宮からここまで来たのか。しかもなぜ気仙沼方向に今向かってんだろう。大宮か。大宮遠いですよね、かなり。埼玉、大宮埼玉ですよね。水準持ち肌も待ってます。うん、持ち肌というか持ち、はあ、うん、今日帰ります。あ、そうそう、今餅、いや違うんじゃないかな、この時間にあっちに向かってるってことは餅サミットには目もくれてない。浦和のでしたっけ、そういう位置関係だったっけ。浦和の方が東側ですよね。ふう、うん、県外ナンバー、ああ仕事、なるほど。見せかけて餅、一関と平泉のあたりは餅文化があるらしいんですよ、餅食文化が。でそれで餅サミットというイベントを開催して、その餅グルメを広めようっていうのがあるんじゃないですかね。お、そんな文化があったのか。そう、そういう文化があるらしいです。平成10年の洪水が一番下で、台風6号の水位があって、アイオン台風洪水があって、カリスン台風っていう昭和22年のやつ、一番上はあんなとこまで行ったのか。あんなとこってこの辺り全部流されてるじゃないですか。それじゃああそこの線見えますか、あの上の赤い線まで水位が上がったらしいです、ここの川。どんなんだ一体。小麦、ああ、長野はなんかそばのイメージもありますけどね。あそこまで上がったら周りどうなるんですかね一体。この辺りにその小高い山の上しか残ってないじゃないかな、それだと。あ、うどんが多い、そうだったっけ。いや、うどん県は過去に2回行ってます。そばほうとう、そばほうとう、それは初めて聞いた。それはやっぱそばをしめずに茹でたままで食うってことかな。あ、武蔵野道埼玉でしたっけ。そばほうとうは聞いたことないな。あずきほうとうは何回か食ったことあるけど、あずきほうとう、そばでほうとうを作って、釜揚げの揚げすら入ってないわけですよね。釜で茹でてそのままってことですよね。まあ釜じゃないけど、風が、そう、殿下のほうとう、天下茶屋のことですね。宝刀息子ですね。
あの宝刀、宝の刀と書く宝刀の、あれ確か天下茶屋っていう地名、あの店名でしたよね。店長があのインカムをつけて、あとカウンタックみたいなんで、フェラリだっけ、確かカウンタックだったよな、カウンタックに乗ってる人。ローカル CM の話ですけどね。でその店長がテレビ CM に出てて、あの助けて宝刀マンとかいう CM があるんですよ。また消えたかな。一人で宝刀マンとか言って結構バカみたいだ。あ、通ってたのか。でフォートマンは愛車カウンタックに乗れなかったっていうので終わるんですよね、その CM は。かぶり物してるからカウンタックに頭がつっかえて、そのカウンタックは本当に店頭に飾ってありました。まあ行った時は、誰もおかしいな。神奈川のあたりの人だったら知ってると思うけどな。落としづらい。落としづらい。ロボの世界。あとは間木温泉、間木温泉とか、あのあたりの CM はローカルだけど、神奈川あたりじゃテレビ神奈川では結構流れてると思いますけどね。なんかコメント止まったからてっきり切れたのかと思ったら、そっか、宝刀マンダメだったか。知ってる知ってるっていうコメントが必ずあると思ったのに。紅葉、そうですね、確かに杉の、杉林があんまりないからかなり綺麗なんじゃないかな。あ、テレビ見てた頃の CM です。今やってないかな、もしかしたら。うん、結構ある。何言ってるんですか、すいません。トブクム、あ、テレビ CM。 今年の紅葉、今年は大だるみ峠っていう山梨県と長野県の県境の峠に登って、まあそこそこ紅葉してましたね。鮮やかじゃなかったです。天気も悪かったし。今週末あたりに大だるみ峠行って天気が良かったら結構綺麗だったかもしれません。あ、確か天気いいんですよね、関東は。来月は紅葉配信ありますか。来月紅葉配信、そうですね、低いところだったら来月ぐらいかな。ただ紅葉があるところって山の中だからなかなか放送は難しいですね。関東あたりで紅葉が綺麗だったところって他にどっかあったかな。山梨県だと昇仙峡とかも綺麗かもしれないな。いろは坂、あそこ車多くて多そうで嫌です。車と猿が多そうで嫌です。富士山か、あの周りでこういう見た覚えあまりないんですけどね。二重曲がり峠、寒霞渓か。寒霞渓かなり標高高いですよね。小豆島、あの島自体はそんな大きくないのに、確か寒霞渓の標高700メートルぐらいありましたよね。あ、裏磐梯が私が見た中だと一番綺麗だった。あそこむちゃくちゃ綺麗でしたよね。戦場ヶ原はどこだっけ。近くの異常は銀桃ごろごろ落ちてたな。銀桃のことかね、銀桃って言った。どっか静岡県のどっかに大井町っていうのもありましたよね。日光の先、京都ね、どれがどれのことだろう。会津、そう、五色沼のあの辺り、五色沼のあたりから、日光の奥、日光の奥ってどっち方向に奥なんだろう。北西の方かな、奥っていうと。風が止んできた。
て。おお。うん、五色沼のあたり本当綺麗ですよ。ん、直線で5キロ今ペース。五色沼、私は五色沼の中でもミドロ沼ってとこが一番びっくりしました。 RGB の色してるんですけど、赤と緑と青色でしたよ、あのミドロ沼っていうところ。五色沼っていうのはあの毘沙門池だったっけ、毘沙門沼だったっけ、あれは基本的に青いですよね。あれは色は一様で、見る時間帯によって色が変わるから五色沼らしいですね。で、緑沼っていうところは青い水の池に緑色の苔があったり赤色の苔があったりするんで、すごい色してます。緑色ですよね。で、あん中で白い鯉が泳いでたりするから、なんか神秘的に見える、すごく。本当に天気良くなってよかったな。どうしようかと思った、雨が降った時は。19号線、あの橋渡るのかな。レンジャー、あのレンジャーに対応した色じゃないと思う。白い水の川、目的地はあと30分ないぐらいで着くと思います。橋の手前で右折してあの橋渡るんですかね、予定ルートだと。あそこまで少し登るな。ちょっと待ってくださいね。よっと、基調ルート間違わないようにちゃんと確認しとこう。あの橋渡って、うん、橋渡った先でずーっと行って、で、ああ行ってこう行って川渡った先が会場か。あのちょっとした小山の向こうですね、向こうが数キロのあたりに会場がある。よいしょ。なるほど、分からんそうかな。最終結論は分かったと思うけどな。向こうの方です、向こうの方。そうか、体育館、まあ多分分かると思います。ドームがあるとこなんで、ドームの野外広場のところでやってるらしいです。偵察官の中で偵察、ようやくストリートビューが見られるエリアになります。あ、ストリートビュー、中の2階上、そこ渡るよね。うん、これ渡って盛大にロボさんをお迎えします。盛大に、多分広報すること自体は放送とかで宣伝になることだったら歓迎されるっていうのはあると思うんだけど、ただインターネットでどういうトラブルがあるか分かんないっていう考えもあるだろうからな。警備がサミットだから、はあ、酒が安い、はあ、あの山の向こうでも奇世界が広がっているなんて胸熱だな。胸熱ですよね。サミット会場でこの放送を見ています。持ち残ってるよね。残ってますよね。もちろん残っています。はあ、11時になりますね。はあ、遠隔操作なんだっけ。はあ、うん、千歳橋サミット、はあ、ジョイント部分に隙間あり、自転車走行注意。
あ、これが今泉街道。わあ、抗議の電話。サライ。サミがイベントありがとうございます。スーパーサミットではありません。あの双葉のマークみたいなあれじゃないです。なんかこっち方向に走ってる車を見るとみんな持ち会場に行ってるように見える。実際昨日はあっという間に売り切れだったらしいから不安だな。さっきの橋はでかいやつですね。すぐなくなる。でも並んでるところにずっと待ってるのもあれだな。空いてるところから回ろうかな。映画遠すぎた、あ、遠すぎた橋か。なんか薄着がどうしたんだと思ったら遠すぎたか。こっちの争い。うん。突っ込んで入ってくれて。ハンコまみれ、ショーンコネリー、なんだろう、どの映画のネタなんだろう。隙間なかったですよ、あまり。なんて、多分自転車じゃ、今、さっき泥見たのが詰まってたところかな、へこんでたのは。11時か。オープンしてから1時間経っちゃいましたね。昨日は2時間以内に売り切れたってのが本当に不安。あ、3キロ。15分には着くかな、じゃあ。予定通り11時ですよ。11時。朝飯は旅館の美味しいご飯食べてきました。本当に美味しかった。なんか夕食出してない分少し朝食に力入ってる感じがしましたよ。何持ち、多分選択肢あんまりないんじゃないかな、並んでないところみたいな選び方したら。あ、14時、翔平ずんだ餅は確かなかったですよね、正月以外。前は結構食べてました。最近はそもそも自炊とか全然やってないもんで、また食べなくなってますね。餅と団子は、あの、もち米と、あれ、団子は何だっけ？団子はうるち米ですよね、多分。そこは大きく違います。そこ間違わないように。ラーメン屋さんだ。博多や熊本や豚骨ラーメン。あ、ずんだありましたっけ。そう、豪華でしょ、あのご朝食。刺身入ってるし。で、確か素泊まりと朝食付きとの間で500円も差がないんじゃなかったかな、今のお鍋屋さんのプランだと。それ考えるとあの朝食は妙にお得に思えてしまう。それか素泊まりの金額勘違いしてるかな。6000円しないのかもしれない。テストにどうかな。そう、すれ違う人は確かにその可能性もある。餅を腹に入れた奴らが走ってるかもしれない。500円、ちょっと勘違いかもしれません。いくらなのも500円差ってことはないかな。でもだいたい旅館の朝食ってプラス500円とかプラス700円ぐらいですよね。今のは気持ちの持ちと、いやいや、
あ、そうだ、GoPro、 GoPro 軽量化していきます。よっと、よいしょ。 GoPro をケース外して、ちょっと待ってください。あれ、ケースどこ行った。私のオリジナルマウンターは、あれ、そう、モチベーションをね、モチベーションを、あれ、あった、これだ。これと輪ゴムを用意して、じゃあちょっとお待ちください。GoPro外して、オリジナルマウンターです。うん、結構もうさから、日照は復活してきてます、日照。あ、止まってるといい気持ちだ。自転車見えてますか、今。よ。で、こうして、これを外して、あ、これ GoPro ずっと上見てたかな。そう、で GoPro 取り付けてと、で GoPro の命綱をつないで、で充電ケーブルをつないで、でバッテリー側で充電開始ボタンを押して、よし、やっと準備できた。これでヘルメットが軽量化しました。もうちょっと、もうちょっとで到着。うん。お、で、もう今回の旅行はこのために来たんですけどね、本来は。いろいろに匂いすぎにしてしまったな。うん、もう取ります、早く食えって言われるぐらいに取りますから。あれ、花壇かな。あ、まだ。あれ、ファミマこれ作ってる途中か。まだなんか公衆電話にも白い紙がかけてある。モチサミットまであと2キロぐらいかな、1、2キロぐらいだと思います。あ、もうすぐだ。
潰して、いや、なんかそんな感じでもなかったですね。風呂の掃除しながらでも今実際に見られる環境できますからね、防水で。あとは風呂の掃除だったら別に防水しなくても見られるか。 iPhone なり、なんだっけ、タブレットなり使えば。会場行く前に腹ごしらえしない。そんな危険なことしない。餅は近い、牛丼も近い。餅はもうすぐ、餅サミット。あ、どうも見えた。渋滞してる。腹ごしらえはとんでもないです。渋滞してるのは嫌な情報だな。どんなのあるか楽しみだな。どんなの、もうメニューは出てるんですけどね、ホームページの方に。確か mochi-summit. なんとかだっけ、うん、あ、ツイートないですか。ユードーム一ノ関市総合体育館、本地希望、サクサク。多分油系のものはなんか後から入らなくなりそうで、順番的には後ろに回したいところですけど、まあ変な味。2年間ってどうなんだろうな。餅サミット放送できるかどうかはちょっとまだ分かんないです。一応聞いてみます。よいしょ。昨日のペースが意外と早かったから今日も早め着くと思ったら普通に時間かかったな。促進物出たのが7時ぐらいだったから4時間。あ、でもまあいいペースかな、私にしちゃ困る。まあその時はツイッターで書きます。昨日は寝不足で走って昼寝もせずに走ったから夜はだいぶ眠くてすぐ寝たんですけどね。なんか説明が上調だな今の。7時間ぐらい寝たかな。11時に寝て6時過ぎに起きたんで。聞かないで。あ、聞かないで、まあある程度気をつければいいかもしれませんけど、まあ念のために聞いてみます。多分どっかに会場か会場の外かっていう境界線があると思うんで。飲み物ですよね。どっかでシャンキで買っとこうかな。会場の中は混むだろうから、あそこで餅の宴か。餅の宴が。今晩の宿はホテル中山です。自宅です。 あとトイレも行っといた方がいいかな。どっかコンビニかなんかあれば。でももう会場目の前だからそんな都合よくはないかな。ロボさんで寝ると飲み物、いやそういう食べ方しませんから。青森のどこに？うん。だあ、風。あ、岩井川。これですか？ビープ。ビープの定義がいまいちわからん。なあ、進まねえ。立ちこぎ、立ちこぎ。うん、何を食べますかって。イオンはどこにあるかな。ちょっと写真。あ、いやしてないんですよ。普通にメガネ。あ、会場がイオンの裏ってこと？コロ旅ではないんですが、似てますよね、なんか。コロ旅のやってる。こととなんか私が今やってることは似てる気がする。風が強いです。なんか、うん、
あ、エミガニ4がある。どこだ。パッと見た目イオンらしきものが見え、見え、あ、あれか、あそこ、あそこかイオン、あれか、あそこ、あそこかイオン。雨合いました。どうしようかと思いましたよ。売り切れだったら地団駄を踏んで悔しがります。地団駄を。あれだな、あそこに車がいっぱい止まって、ちょっとあのテントみたいなのが見えます。地団駄、もう踏みたいだけ踏みますから地団駄を。やーっと着いたな。でもイオンスーパーっていうところで、あのトイレ借りて、あと飲み物買ってきます。準備万端で臨みます。イオンスーパーセンターってあれ小売やってるとこなんですかね。なんか流通センターっぽく見えますけど。おやった、会場に直接まだ入らずに佐藤の、30分、いや12時終わりじゃないですよね。あ、でもイオンやってるな。あ、小売やってるやってる、普通のスーパーだ。今の太鼓は何ですかね。あれ、あ、これもしかして、え、これ会場じゃないですよね。これ別のイベントかな。多分別祭りですよね、これは。いや、ここじゃないです。ちょっとちらっと見ていくか。そう、イオンに到着。会場じゃなくイオンに到着。あ、終わった。何時なんだろう。中に入るとあれだから、商工祭り。あー、あっちでやってますね、餅。あっちの方で餅会場。あっちの方が餅会場。現状祭り。まあ確かにこっちに流れてる人もいるでしょうね。頑張って岩手高校生初イベント会場。あ、これサイクル野郎で見たことある。鹿踊りだ。こんなんなんだ。あの鹿の被り物をして、で太鼓を叩く。そう、サイクル屋にこの絵出てきた。あー、こんなんなんだ、鹿踊り。これ岩手だったっけ。で、先頭に高校生が立って、鹿踊りっていう、あの背中にでっかいの背負ってるんですけど、結構重いんじゃないかな。女子だった。ん、何踊り。獅子踊りかな。女子でした。ありがとうございました。大東高校学校獅子踊り部の皆さんでした。もう一度大きな拍手をお願いします。ちょっと大東高校獅子踊り部の皆さんは14時30分からもう一度演舞を行うので、獅子踊り部って言ったかな今。獅子踊り部。あ、でこれ売ってるのみんな高校生だ。売り子さんも全部高校生だ。あー、へえ、珍しいも見れましたね。得した、得した。かぶってるの。あ、岩手県南ですか。いや、女子校じゃなくて、多分踊ってるのが女子なだけで、先頭に立ってるのは男子でした。強いので各テントで
テントが飛ばされているよう足を引っ張り押さえるように。あ、高校生っぽいな。このアナウンスのたどたどしさがすごい高校生っぽい。なんかいろいろ売ってますね。高校生発っていうか高校生がやってるじゃないか。本来の目的。たどたどしかったですね。あとでそうですね、でちょっとトイレと飲み物、トイレと飲み物、トイレどこ、持ち、トイレどこ、トイレ、あ、さっきのあれの今のあの宣伝係でしたよ、こっちの方で。資材みたいですね。でトイレどこ、トイレどこ、早く持ち食いに行きたいんですけど、持ちも、そうなんですよ、そうなんですよ、トイレ、いやそれ後じゃダメ、入らなくなるから、その分。あ、今結構映ってしまったのかな、ちらっと映っただけだからさっと流れるからいいかなと思ったけど、そんなに映ったのか、広いですよね。30秒で、あ、トイレ、地図ある、地図ある、え、そんな映った、トイレはどこ、中か、あ、中行かないとないみたいですね。じゃあ自転車さっと止めてさっとトイレ行ってくる。入ってまっすぐ、あ、詳しい人がありがとうございます。よいしょ、じゃあちょっと行ってきますね。よいしょよいしょ、あ、くそ、これです。じゃあ人が映らないように埋めてトイレ行ってきますね。ん？よいしょ。帽子率、食べたら帰るのか、持ち逃げだな、1時間とかなら
今のお茶は46円。安いですよね。さすがサンガリア。サンガリアの46円茶です。500ミリリットルで48円。あ、46円。安い。いや、イオンの中でとりあえずお茶、自販機で買うのとどっちが早いかなと思いながら出して探したんですけど、46円の売ってたんで、わーと思って。サンガリアはじゃあ会場行きますか。餅残ってるかな。餅サミットに参加しに行きます。参加っていうと出店するみたいですよね。愛のスコール、スコールはなんか思ったよりも酸味がなかったんだよな、記憶にあるよりは。最近久しぶりに飲んだらキャリア、あ、お尻についてるやつですかね。祭りの奥の方にもう一個別の会場があって、そっちで餅サミットやってるんですよ。中東北ご当地餅サミット2012第1回ですけど、もっちりハムカツ、原価の話をするとアツさんがなんか結構憤慨してたな。別に原価をそのまま、手数料ゼロ、手数料とか人件費ゼロじゃないんだからとかいろいろ言ってますよね。だから原価いくら安くても、それ以外の手間のお金も考えないと、原価だけ言って高い高い言うのはちょっと良くないと思うんですよ。スプつけた SP?原価安いの代なら甘水飲んでればいいよ、うん、はい、いや、そこまで言いませんけどね。そこまで私は言いませんけども、でも原価安いからっていうんでけなすのもちょっと。どこまでを原価として含めるか。何が普通なんですか。何が普通、ちょっと前半聞きそびれた。いっぱい原価プラス原価。あわ、何あの行列、なんだこりゃ。ちょっとこれはひぃ、なんじゃこりゃ。うわ
並んでないとこ探さなきゃダメなんだこれ。ピリキレ、なんかそんな感じですよね。やべえ、やべえ、警備、自転車どこに置くんだ。自転車あっちか。やばいなこりゃ。うわ、くてるくてる。時短だ、楽しみにしてください。私の時短だにご期待ください。でもまだ売ってますね、ちゃんと。参ったな、えらいことになってる。もう死に気恐ろしいですね。じゃあちょっとポタファイ持ってヘルメットかぶったまままず行ってみよう。あと入り、なんか受付みたいなもの見当たらないですね。じゃあ許可得るとかそういうのもできないかな。持ち分か、みんな車でわざと持ち食いに来やがって。たかだか持ちにどんだけ遠くから来てんだよ。よし、でお茶を持って、で今回実は鍵がもう壊れてしまったので鍵持ってきてないんですよ。うお、よいしょ、大丈夫か。あ、FMB 電波、でもこんだけ人が集まってたら厳しいんじゃないかな、電波、逆に。まあちょっとこのまま行きますね、めんどくさいし。どうしようこれ。ライトは別に外さないですね。最後尾のあれ、あのコミケとかでよくあるという最後尾看板がある。どうしようこれ。このヘルメットこの状態じゃちょっと鍵なしです。この状態じゃ並べないな。あと受付らしいものないですね。そう、ホイール歪みそうって私いつも思います、これ。一個一個並んで買って持って帰ってきては包装にしながら見せるっていう、見せながら食べるっていう感じかな。いや、周り聞こえなくすることもできるんですけど、どっちにしろ周りの人が映りまくって、それでみんなが悪口言う人も出るだろうから、並ぶか。いや、この旅行間のだけ、間だけだったらまあなくても大丈夫かなと思ってます。楽観視してます。どうしようかな、これ。放送は放送的に持たないな、これ。待ってる時間がずっとあって、厳しいですね。放送これ止めとこうかな。そう、並ぶだけでそうなりそうなんで。じゃあ持ち優先して、あ、なんだあれ、持ち、あ、なんだあれ、持ち レジまで見えたけど、あの、この持ってきて、なんて書いてあるんだ、持ち、持ちレジ、持ちレジェンド、あれもしかして、あのタスキは、あのタスキかけてる人の持ちレジ、なんて書いてあるんだ。あ、柔らかい持ちだ、時々。あ、これあれだ、あのカツのやつだ。これだけですよね、やっぱり持ちレジェンドだ。あの人持ちレジェンドって何ですか、持ちレジェンドって。ちょっとあの下向けて聞いてみますね。すいません、あの持ちレジェンドというのはどういう、これ持ちレジェンドというのはどういうものなんですか。ほら、なんか気軽な時に、もちろんのいろいろな由来とか、もちろんマスターみたいな、マエストロみたいな感じなんですね。写真撮らせてもらってもいいですか、これ。わかんねえんだけどね。あ、そうなんですか。でも持ちレジェンド。あ、外れた。肩が。よし、じゃあありがとうございます。持ちのあの案内係みたいな人みたいですね。持ちレジェンド、いや俺もよくわかんねえんだけどって言ってたんで、いい感じだ、すごくいい感じだ。今
こえました、今のおはんねんだけどって。いいなあ、ああいうの大好きですね。じゃあちょっとこれ放送しながら並んで食うっていうのはあまりにも厳しいんで、そう厳しいんで、すみません、放送止めて食ってきちゃいます。ツイッターで次々と餅の写真を上げるので、ちょっとそういう形にさせてください。放送できるかどうかって話じゃなかったですね。というわけですいませんけども、配信はこれで止めさせてもらって、私餅を堪能してまいります。申し訳ないです。で、今日の放送は一応これで終わりということになるのかな。この後も餅食って、この後周り回る時間ができたらその時放送するかもしれないですけど、すいませんけど一旦放送はここで終わりということで、あ、ツイッターのアドレスはですね、ツイッターのアドレスはツイッターサイバーサイクリスト、そのままです。うん、これで。すいません、ちょっと餅堪能するために放送が邪魔になるので、では、ありがとうございました。結局走っただけでしたね、放送的には。では、ありがとうございました。レジェンドにお持ちしています。それだ。あ、では、でディスコネクトしてないのかな、したかな。じゃあ、GoPro の方もこれで、この後写真のスライドショーでつなげると思います。それでは。